ちゃこんにちは、さゆたかさん、期限前に FA の、はい、すいませんね、はい、ちょっと絡んだからね、ちょっと絡みましたが、はいはいはい、FA 講師の期限前に、はい、もうすでに手を挙げた選手たちもいました、はい、まずやっぱり目玉なのが今年やっぱりキャッチャーが、ね、はい、FA 権を持っている獲得するっていう選手が多い中で、ね、はい、ソフトバンクの甲斐選手、そして中日の木下選手がいち早くまず宣言というかしましたね、はい、そうだね、はい、まあ、甲斐はちょっとびっくりしたけどな、あの残留するのかなっていう感じも受けたんですけれども、うん、まあ、手を挙げて残留なのか、はい、それともまあ他の、ね、評価を聞きたいとか、はい、まあ、そういうことがあるのかっていうのは思うけど、甲斐、はい、まあの日本シリーズの第4戦から海野が被ったんだよね、そうでしたね、本当に大事な試合だったと思うんだよね、はい、やっぱこう天下を分けるというかさ、はい、まあ、その時に、まあ、なぜ外したのかなと思ったんでね、うん、やっぱ使われてる中継ぎも、はい、先発はともかくとして中継ぎもほらリードができないだろうっていう選手が多かったんだよね、はい、やっぱボールに力はあるんだけども、うん、ちょっとまとまりに欠けるというかね、はい、だからそういうところでやっぱ甲斐もしんどかったと思うけども、うん、それをキャッチャー変えられることによってやっぱ甲斐にこう感じるところはあったのかなっていうようなね、かもしれない、かもしれない、これは憶測だからね、何とも言えないけど、ね、はい、まあ、だけど主戦としてやっぱソフトバンクはね、やっぱまだまだ甲斐っていうのは必要だし、はい、まあ、引き止めは相当な強烈に引き止めるとは思うけど、はい、まあ、他も欲しいだろうねこのキャッチャーは。そうですよね、まあ、ソフトバンクの甲斐ですよ、東京オリンピック、はい、にも出てますし、もちろん WBC でもそうですし、まあキャリアとしたらそうそうたるものを持ってるよね、で、まあ、優勝回数とかもそうだし、そうですね、だから、まあ、日本シリーズの MVP も取ったんじゃないの、会見キャノンって言われてね、はい、だからもうキャリアはもう十分だし、まあ、百戦錬磨というね、はい、経験もあるから、だから、まあ、あとはいろんなデータが頭にあるだろうしね、そうですよね、ただ、はい、苦境に立たされた時の対処の仕方っていうのが、うん、やっぱ優秀なピッチャー、優秀なチームにいただけに、はい、やっぱちょっとその対処法が分かってなかったのかなっていうような、日本シリーズでっていう、うん、まあ、そこら辺がね、うん、キャリアをいいキャリアを積んでるんだけど少しマイナスなところかなっていう、うん、これは感じなくてもいいマイナスなんだけどさ、はい、まあ、だけどやっぱこう他のチームに行くかも分からないね、そうですね、だからそれは経験不足のピッチャーもいるだろうし、うん、まあ、考え方だとか、うん、そういうことも勝つ思考になってないチームもまだあると思うんだよね、はい、うん、そういうところで自分の力を発揮できるかどうか、うん、本当に引っ張っていけるかどうか、はい、そういうことはちょっと他のチームのユニフォームを着て甲斐を見てみたいけどね、そうですね、その甲斐選手のやっぱり評価されるところ、魅力っていうのは、やっぱその肩だったり、リード面だったりなんか、まあ、ストッピングだったりだとか、うん、まあ、そこら辺はいろいろあるんだけども、はい、やっぱりリードというのは、ピッチャーによって、また状況によって変わることだから、うん、これはやっぱこう臨機応変に対処してくるのかなっていうのは思うよね、うんうん、まあ、キャッチャーの、甲斐なんか、本当に優秀なキャッチャーだと思うし、そんな心配はしなくてもいいよね。うんうん、臨機応変に対応してくる柔軟性もあるし、ね、はい、だからまあそこら辺は期待してもいいと思うけど、近年これだけ、まあ、大物というか、うん、すごいキャッチャーが FA で手を挙げるってなかなか、いやそれはないよ、ないですね、それはね、各球団も出せないよキャッチャーは、ですよね、うん、だけどここら辺を手を挙げるっていうのは、うん、やっぱ何かあるのかもわからない、そうですね、うん、まあ、ソフトバンクは全力で残留にかかるということなんですけど、いやもうそれはもう絶対そうだと思うよ、ですよね、ただやっぱ強い何か意思があって、いやもうね、契約としたら山川とか近藤クラスの金額はいると思うよ、俺ソフトバンクが留意するんだったらね、そうですね、いやそのぐらい価値がある選手だ、全ての、まあ、頭脳というかそれを持ってますよね、そうそうそう、ソフトバンクの、それはね、ソフトバンクの場合はやっぱある程度キャッチャーも打ってくれなきゃいけないとか、はい、まあ、いろいろ要求は高いところはあるんだよね、でもね、やっぱしんどいよ、うん、なかなか難しいよな、はい、うん、やっぱ優勝させなきゃいけないし、うん、やっぱピッチャーのいいところを引き出さなきゃいけないし、うん、いやだからそれは大変だよね、そうですよね、ただ他球団が甲斐を欲しいって言った時に、うん、近藤山川ぐらいのクラスの契約が出せるかどうかだよ、金額的です
ね、多分俺ソフトバンクは下位に対しては多分出してくると思うよ、そのぐらいの金額。そうですよね、残留してこらない、いや下位がいなくなったらやっぱ相当苦しいと思うよ。これやっぱ順位に関係してきますか。いや、か、まあ、まあそこまで打ってくれればな。でも相当きついと思うよ、守備面に関して、ピッチャーに関して言えば。そうですよね、今だと海野選手が第2の捕手っていう感じで、ね、はい、でまあ、日本シリーズではミネがね、はい、あ、ミネ選手も、はい、だからまあ下位というのはやっぱこう頭脳だからな。ですよね。となると、まあ、手を挙げた宣言残留かもしれない。ただ他球団、まあ、言われてるのまずあの巨人が調査するんじゃないかみたいな話はなってたんですけど、巨人はまず接触っていうのはありえますか。いやもう本当にあると思う。ある、うん、それはあると思う。カイは A ランクじゃないでしょ。カイ選手は B ランク、はい、B ランクでしょ、うん、そしたら取りやすいよね。そうですよね、 A ではないので。いやだからもうこれはもう間違いなく市場の人気になる。これ巨人に行くと、まあ、今岸田選手は、まあ、今現段階でまだ大城選手がちょっと何もアクション起こしてないのでここでは言えないんですけれども、うん、まあ、岸田選手はもちろんいるわけで、これ何、まあ、一番目の保守になるってことは。もちろんなる。じゃないと取りに行く意味ないもん、まあ、巨人はね。いや巨人は取る意味がない、うん、まあ、岸田もいれば小林もいる、うん、で大城もいるということを考えると、もう2番手3番手だったら取る必要ない。やっぱレギュラーとして取る。巨人がその獲得調査かもっていう記事が、まあ、以前出たのは、巨人はどうして甲斐選手がチームに必要だっていうふうに考えてるんですか。やっぱ阿部監督は守りの、うん、守りを重視するから、はい、だから守りという面に関しては甲斐は抜群だから、うんうん、だからやっぱ欲しいというね。そこなんですね。打つのはとりあえずなんとかなると、うん、でも守りっていうのはやっぱもう備わってないと、はい、ゲームにならないという阿部監督の考えがあるから、だからそれはやっぱ甲斐は守りに関してはもう素晴らしいからね。そうですよね、うん、止めてくれるし。他の球団はそれはね、阪神も欲しいし、はい、場合によっては広島も坂倉をファーストにも完全にコンバートする、はい、ってなったらキャッチャー欲しいだろうね、まあ、今石原選手という、ね、うん、あの若手のキャッチャーをっていうのもありますけど、うん、でもそこはまあ相澤選手もいるけれども、いや、やっぱ甲斐が来てくれたらそれはありがたい、厚みは出るよ。で甲斐を主軸としてさ、うんうん、まあ、一番はなんかこう阪神のような気もするけどな、もし行くとしたら、まあ、あの今で段階で、ね、坂本選手が何も今アクション起こしてないので、仮に坂本選手が手を挙げたら行くっていう形になりそうですか。逆だな。え、だからもう甲斐が手を挙げたから、はい、坂本はもう必然的に手を挙げるって。そうなのか、うん、だからまあ順番的にはもう甲斐が、うん、あの手を挙げてるから、はい、まあ、坂本は10校になってるけど、うん、もうここは10校じゃなくてもう手は上がっ万歳してる今もう上がってる状態。そう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 、いやだからこれトップバッター切って、まあ、トップバッター切ったのは木下選手だったんですけども、うん、キャッチャーはで、それ中でソフトバンク甲斐選手も早めに来たので、うん、これによっても大城選手だったり坂本選手だったりがどうしようどうしようみたいになってくるんですね、うん、と思う。あと中日はどうですか、甲斐選手。いや、それはもう取れるんだったら欲しいよね、うん、まあ、現状今宇佐美選手っていうところになるわけですよね。宇佐美とか加藤とか、はい、加藤選手、うん、とか、うん、まあ、いるけどね、うん、まあ、だけど甲斐が来たら、もう甲斐でしょ、はい、なるよ、ね、それは間違いなくなるそうですよね。そうなってくるとやっぱこういいピッチャーあそこいるからね、はい、だからまあそこら辺の引き出し方 だとか、うん、そういうのはもう何も言わなくても引き出してくれる。そうですね。で、まあ、それに伴って、まあ、木下がね、はい、もう行使してるという、うん、だから、まあ、どっかあればいいなと思うけどね、木下選手もですよね。でだからキャッチャーとしての評価というのが、はい、木下っていうのはここ2、3年で落としたな、ちょっとあのファーム暮らしもちょっと、ね、うん、長かったりとか、やっぱり、ね、打てるキャッチャーだっていうふうに言われてて、うん、あの打つ方もちょっとダメになってきてるし、あとはその阻止率っていうのがものすごい低いよね、はい、うん、だからそういう意味では他の球団で取るって言ってもやっぱり2番手3番手がいないところでレギュラーとしては俺は取ってくれないと思うな。ちょっと厳しいのかなっていう感じ。ちょっと厳しいよな。まあでも変わり目あるからね、環境変わってもう一度その元の姿というか、はい、いい時の木下に戻れれば、うん、それはレギュラーっていうことはあると思うけども、うん、
まあ、だけどこの3年のブランクっていうのはちょっと大きかったなって、うん、彼にとってはね。そうですね、大きかったなと思うけど、うん、まあ、こうしちゃったよね。そうなんですね。ちょっと話その阪神に戻るんですけど、うん、あの甲斐選手手を挙げている阪神も、ね、はい、キャッチャー取りに行きたいってなったら、まあ、梅野選手取れた場合梅野選手もいるじゃないですか、はい、そうなると、はい、主軸っていうのは甲斐選手と半々になるんですか。その甲斐選手がメインいや甲斐がメインになるだろうな、まあ、100試合以上ぐらいは甲斐になるんじゃないか。それが梅野選手はやってらんないと思うんですけど。いや、まあ、梅野はねキャンプの時ね、はい、会ってね板田さん変なこと言わないでください僕のって、うん、言われてくれなかなか言いにくいんだけど、はい、いやだけどね最後の DeNA と の, あの高橋遥人のリード、はい、これはね一応にしてなんでここなんだっていう、うん、もう周りがそういう風な目でもう見ちゃってるから、はい、だからなかなかやっぱこれをこう覆していくのっていうのは難しいよね。いやだからまあもしね、はい、新しいキャッチャーが FA で取れたとしたら、うん、それは厳しい立場に追い込まれると思うよ。坂本とはもうねあの一緒にこう阪神の時代をこう歩んできてるから、はい、まあ、半々でっていうようなこともあっただろうけども、うん、FA でわざわざ取った選手を半々には応援しないと思う、うん、そうですよね。だから100試合以上 もし甲斐が来るとしたら、はい、その100試合以上は甲斐が被ると思う。そうなんですね。あとはパリーグ同一リーグでっていうこともありえますか。まあなくはないよね。でも全力でパ・リーグで甲斐を欲しいって言ったところは取りに行った方がいい。例えばそれはやっぱり なぜかというとまあ頭脳だからね、はい、まあ、甲斐が受けてみたいっていうのは多分西武のピッチャーじゃないかなっていうふうに思う、まあ、今井投手、高橋光成投手、平投手、まあ、そう、まあ、めんめん他もいますからね、うん、あとはオリックスだっていいピッチャーいるからね。そんなオリックスは森友哉選手、若月選手、まあ、そこなんだよ。そうですよね、うん、そことどういうだあそこは森がいて強烈に打つキャッチャーがいるから。そうですだからそれはやっぱり西武とかね。西武いいですね。でも西武がお金出せるかどうかだよね、うん、そこですよね、うん、だから、まあ、首脳陣もこう変えて、うん、よそからコーチも取ってきてみたいな、はい、そしたらお金がどうなのかっていう。そうですね、上がね、うん、まあ余計な心配か。いやいやいや、上が出してくれれば、まあでも一発ポスティングで誰か行かせればはい、お金は入るけどね。まあ見越してっていうことあるのかもしれないですけど。そうただあの、ま、西武に古賀選手はいますけれども、うん、だから古賀を育てたいのか、うん、古賀じゃちょっと行き詰まるのかっていうのを考えてると、うん、やっぱ買いは欲しいよね、うん。あとはソフトバンク、やっぱり強敵なのでドイツリーグで来シーズン蹴落とさなきゃいけないってなると、例えばでも俺甲斐の性格で、うん、やっぱソフトバンクをずっとでお世話になってて、うん、で育成からね、はい、上がってきて、まあ、ここまで育ててもらって、うん、まあ、確かに扱いはどうなのかっていうのは分からないけども、うん、甲斐の性格だったらセリーグに行けるんだったら俺セリーグに行くと思うんだよね。パリーグを敵にしないというか、うん、ソフトバンクはあまり敵、いつもいつも会うような敵にはしないような気がする、うん。そこはなんかちょっと恩義というか何か通すのか、うん、のような男のような気はする、まあ、セリーグの方がキャッチャーとしたらやっぱ欲しいところはたくさんあると思う、まあ、パリーグよりもやっぱセリーグの方が、まあでもロッドも欲しいけどな。あのまあね、あの佐藤俊也選手、うん、だけどやっぱキャッチャーとしたら甲斐の守備力からするとやっぱ全然足元に及ばないな。打てるからキャッチャーとして成立してるかもわからないけど、はい、まだまだ伸びしろはあるけど、佐藤俊哉のキャッチングだとかストッピングだとかやっぱ物足りない。うん、そうなんですね、まあ、佐々木朗希が行くからちょっと一番本人がホッとしてるかもわからないけど、はい、ストッピングだけどやっぱ甲斐が来たら甲斐にはかなわない。まあ、楽天日本ハムあたりは日本ハムはまあ欲しいだろうけども、うん、やっぱタミヤっていうキャッチャーを育てなきゃいけないし、うん、はい、うん、だからそこまではっていうふうに思ってるから。そうか、楽天もですかね。まあ、楽天も欲しいっちゃ欲しいかも。ただそこのマネーゲームに行くほど欲しいかと言われると引くのかなとか。マネーゲームはしないと思うよ。しないですかね、うん。まあ、ソフトバンクがお金がないんじゃないかなっていう。あ、そうか、いろんな事情、いや競争になった時にね、うん、
もうそれだったらもう最初から恥かかないように、はい、やめとけみたいな。そうか、そうか、そうですね、そういうのもあるのかもしれない。となるとやっぱり、第一にソフトバンクが残留引き止めで交渉をさらに続けていく、はい、その中でやっぱ対抗馬となってくるのが巨人あたりだったりとか、巨人あたりだとか、阪神、巨人阪神の取り合いになったら絶対お互いのチームが絶対が下位を取りに行けよっていう風になる。そしたらもうマネーゲームになる。連れがってきますね。そしたらもう下位がもうそんなことしないでくれ、中日に行きます、みたいな激震が走るとか。まあそう、ね、激震。西武に鳥越さんいますからね。あ、そうかそうか、鳥越さん一緒にソフトバンクでコーチの時ありましたから。そうかそうか、西武にとかも。でもあそこはね、やっぱ打ってくれないとキャッチャーの評価も上がらない。そうか、それいくらいいピッチングしても、あ、そうだ、勝ちゲームにならないんだから。そうですよ、ね、おそらく彼の評価も上がらないということを考えると、受けてみたいピッチャーはたくさんいるかもわからないけども、いやあそこには俺行くような現実味はちょっと感じないな。それは行くとしたら巨人阪神だよ。あ、そっちの方がいい、ね、自分 の, あの評価を、知りたいよ、そこで。あとどっちのユニフォームが似合うかですね。まあ大体ユニフォームがあんまり似合わないよね、ずんぐりむっくり。そんなことない。いや俺もそうだったけど。そんなこと。俺はまだスマートだったけどね。あ、あの頃。現役の。まあでも、着れば似合う。似合いますね。いいですね。縦縞っていうのもあ、そうかですし、ジャイアンツもそうかっていう。これあの年内にはもう12月中には決まるっていう感じですよね、きっと。11月中会にね、一番いいかっこいい言葉を送るとしたら、はい、ジャイアンツに入って、日本シリーズでね、ソフトバンクをお前が倒してみろって。うわー、いや、そしたらお前絶対かっこいいって。カバーがあります、ね、それまでは巨人なんて、巨人だってっていう言い方言ったら悪いけど、巨人はソフトバンクに8連敗かなんかしてるんだから、日本シリーズ勝てないんですよ、ね、一勝もできてないんだから、だから甲斐が巨人に来て、日本シリーズでソフトバンクを倒すのが夢だっていうふうに言って、実際倒してみる、めちゃくちゃかっこいい。ソフトバンクファンはうわーってなりますよね。行かないで甲斐選手っていう風にね、思ってますよね。11月中に決まるってことはないですか、12月ですか。いやもうなんか性格的には、あ、まあ11月か、はい、11月はちょっ と, ともうちょっと、厳しいかもわからないけども、はい、まあ、ここ年内には決まると思う。年内には、まあね、それぞれの動きが、ね、はい、球団でも手挙げる人手挙げない人で変わってくると思いますが、そうですね、まあ、でも間違いなくこう一番人気に は,、ね、にはなるなですよね、はい、大山選手また挙げてないですけど、もし挙げればそういった選手たちと総益という感じですかね。で、先ほどちょっと話にも出た、はい、中日の木下選手、はい、まあ、ちょっとここ 2,3 年の成績が見え方がっていうのも話されていましたけれども、まあ、どっかと試合行った時でも話をして、お前 FA どう考えてんだぐらいは聞かれてる可能性があるんだったとしたらいいけど、はい、うん、俺は危険なような気がするな、講師が自分の首を絞めなければいいなっていうふうに考えてる。そうですね、たとえあったとしても例えば1番手ではなく例えば2番手であったりとかになってしまいそうな感じなんですかね、まあ、キャッチャーとして、はい、まあレギュラーではないな、うん、まあ、はっきり言ってね、はい、だけど2番手として、まあ、代打要員としてっていうように考えるんだったら、まあ、可能性はあるけども、はい、やっぱ年齢的なことを考えたりだとかいろんなことすると、やっぱそのチームには若手のキャッチャーがいると思うしね、はい、そんなに無理して取るかなっていう FA でね。そうですね、だから、まあ、ちょっと危険なことは危険だなというふうには俺は思ってるけどね。そのやっぱり手を挙げたというのは今このままでは中日にいても、まあ、ね、ダメだというか回ってこないと思ったんですよね。まあ、そうだね、だから、まあ、坂本、はい、まあ、井上監督と阪神時代ヘッドコーチでやってて、はい、で坂本を取ってくるんじゃないかっていうのを先読みしてて、いや俺がいてももうダメじゃんみたいな、はい、でもう無理くり手を挙げて、で坂本空いた、ね、席に阪神に行ければみたいな。阪神、いや阪神はもう全力で買い取り、そうか、取りに行くから。そうですよね、わ、思惑というか、まあ、思惑は外れると思う。そんなうまくはいかない。残留、まあ、キャッチャーって、まあ、必要は必要だからな。ああのいてね、登録で一人の一つのポジション、野手で野手
で3人登録するっていうポジションはなかなかないからね、はい、だからそういう意味では長生きもできるだろうし、うん、まあ、どっかの2番手3番手っていうんだったら可能性はあるかもわからないけど、うん、まあでもやっぱり打率も阻止率もって考えるとやっぱ各球団はじゃそこまで積極的には来ないと思う。豊さんの中であんまりじゃあそのここ行きそうかなっていうチームもあんまり思わない。全くない、全くない。これ木下選手は残留もできるんですかね、宣言残留みたいな、まあ、できない？できます、ね、できる、うんうん、宣言残留はできると思うけど、うん、そうだな、まあ手を挙げたことによってなんかそうかちょっと嫌だよな、中日の方がな。そうですよね、なんか自分のね、なんかこう身をあれしないといいな。まあでもそこら辺あの球団と話し合って、うん、一応宣言させてくださいよみたいな、うん、って言ってる可能性もあるしな。でそのまま、まあ、残留っていうこともあり得るということですね。そうそうそう、 B ランクですかね。 B ランク、まあ、B ランクも C ランクも関係ないよね。これこうなるほど、やっぱり、そうかそうか、 B ランクなので結局その取った球団が人的保障で誰かを取られるっていうことのリスク。 B もそうだっけ。 B までなんですよね。 C はないんですけど、まあ、って考えるとまあないな、ちょっと厳しいのかもしれないですよね。まあ、今回はその FA も手を挙げた中でもキャッチャーの2名いったんですけれども、はい、次の動画ではピッチャー、ピッチャーね、はい、はい、ピッチャーいきたいと思います。はい。